こんばんは。今日は宝石を磨くゲームラピダリーやっていきたいと思います。よろしくお願いします。宝石なんか削るということしかわかりません。事前情報それだけ、宝石を削るらしいということだけです。よろしくお願いします。何これ、おお、これこれをこれにしろってこと、これをこれにしろってことっぽいな。だよな。それしか考えられないよな。多分、これを削ってこれにしろっていうことだよな。逆はないよな。逆ってことはないよな。逆ってことはないよな。こっちを、これ、汚すわけじゃないの。これ一度言ってみよう。あ、なごしな。お願いします。ん？え？なんかチュートリアル的なものはなし？え？ちょ、待って、怖い。ああ、怖い、かー、なるほど。これ、いいのかな？こういうこと、ちょっと待って、こういうことだと思うんだ。わかんねえ、合ってんのかどうか。あ、なんか、こうしてみると全然削れてないな。むずくねえか？おい、こういうことだ、こういうことよね？理解。うまく平行にして、はい。こうしてみるとなんか、削り残しじゃない、削り残しがいっぱいあるように見える。あー、で、そうか。この角か。こういうことか。はい。怖えよ。はい。あ、まだ削る。もうギリギリまでやるってことだよ。はい。ああ、やったか、もしかして。あ、全然じゃん。でもだいぶなんか赤くなってきたよ。はい、噛んでいけるよ、もう。はい、どう、はみ出てるよね、これね。気になるね。いっちゃうか。いっとくか。あ、はい。俺なんかどんどん小さくなってないね。どんどん小さくなってる気がするけど。こんなもんか。あ、これで、こうか。あ、ああ、いった。あ、できたみたい。名前。赤。S ランクですか？ S ランクで使う。早くも。で、お金が手になった。お金とトロフィーが手になったのかな？ああ、次。ああ、お金入った。はい。これ磨くと、トロフィーが23個と、まあ、報酬みたいなお金がもらえますよってことだろうね。で、あ、で、お金を貯めて、なんか、こういう、機能を解放していくのかな？わかんない。そういうことでしょう。で、ただ、絵柄だけなので、何の機能かはわかりませんよと。まずは稼ごうか。あ、すげえもったいない気がしちゃう、こんなに削んの。すげえもったいない気がしちゃうけど、そういうことじゃないんだよね。よいしょー。あれ、いいんじゃない？ほら。オッケー。え？これで、ほら。あ、名前つけるのか。青い、サンゴ礁。あ、A か。A ランクか。あ、今度緑になった。お金が外れてくる。あ、これ、この石の中、石選びから始まるのか。え？質とかあんの？これ。石の。形だけじゃないの？多分評価みたいな S とか A とかあるんだけど、削りすぎた方がいいのか、ちょい残し、どっちの方が評価高くなりやすいのかがわかんねえな。なんかさ、最初俺さ、1個目やつ結構削りすぎちゃったかなぐらいで、評価高かったかな。よいしょー。ほら。あれ、いい感じじゃない？形にはなってるっしょ。なんなら、ちょっと削りすぎまであって。よし。これちょっと提出してみよう。これいったべ、これ。緑、さつき。よし。あ、SS だ、SS。SS3 倍とかになんの？え？すげえもらえるじゃん。あ、もう2000ゴールドになった。え？何これ？
何の宝石かもわかんねえ。これ何だろう、何だろう、宝石。この宝石何だろう、この宝石何だろう。ちょっと硬い、ちょっと硬い、ちょっと硬い。なんか今までより硬い。クリスタル、クリスタル。とか言って、全然、全然宝石に興味ないのバレてんじゃん、俺。ごめん、ごめん、ごめんやで。ごめんやで。削っちゃうよ。あー、よいしょ。よいしょ。はい。よいしょ。斜めってる。ちょっと、角度変えて。よいしょ。やっぱ削りすぎてきた。削りすぎてきた気がするけど、これ提出します。どう？あー、透明感のある石。まんまです。あ、SSSS 来ました。SS 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 来ました。え、これ5000次で温まるじゃん。楽勝か？国籍の名前ってさ、ちょっとかっこいい名前にしなきゃダメだ。やっぱり。名前ちゃんと、名前大事だな、宝石の名前な。ちょっと、唐揚げやめ、唐揚げやめろ、唐揚げ。もう唐揚げに見えてきちったよ、もうこれ。唐揚げだわ。まあ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 、まあ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 、あーここか。でもね、一つを気になりだすとね、多分ね、全部いっちゃうんだよな、これ。どんどん小さく、どんどん小さくなっちゃうんだよな。うんうんうん。これでいきましょう。仕事早いよ。きたー、究極でしょ。S、まあ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 。うわぁ。あー、5000まであと少し足りない。まあ、今回これやればいくか。なんでこの黒いやつ。わ、わお。ウィーとか言ってんだろ。ウィーとか。本当はだってさ、この一削りでさ、そのさ、何十万何百万、下手したら何千万と動くわけでしょ？この削り方で。こんなさ、ウィーとかや。まあ、なかなか宝石削りやったことはある人はいないだろうけどさ、陶芸体験でさ、壺とかさ、ろくろ回してさ、壺を作ったりするさ、なんかさ、それ体験イベント的なやつとかさ、一回だけやってみてよな。あの、ろくろ回してみて。あとなんだっけ、あの、ろくろ回す映画。ろくろ回す有名な映画。ゴースト、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 そう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 。すげえな。あれいいよな。あの、大好き。でも、俺あのシーンしか知らない。あ、べ、削りすぎた。ゴーストの話したら削りすぎた。やっちまった。オッケー。おー、かっこいい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 。黒夢。黒夢。あ、SS だ、SS だ、SS だ。これで？6000溜まった。なんか解放できんじゃねこれで。え、これなんだろう、これなんだろう、何かわかんねえんだよな。これなんだ、なんだこれ。これ解放してみよう。何これ。え？あ？何これ。え？え、な、なんなのこれ。回る速さ、これも。いや、そうだ、回る速さ、ただの回る速さ、感度、なんでこれに5000ドルもかかるんや。オプションであっていいでしょ、これはもう。おい、ここオプションレベルだろ、これは。ってことは、なんかもう他のやつも期待できねえわ。そんな、その程度だろ、どうせ他のやつも。これいいじゃん。OK、完成。かっこいい。紫式部12人へ。あ、ちょっとかっこいい名前にしてみた。あ、でもだんだん慣れてきたぞ。で、これさ、でもさ、雑談しながら最適だと思うじゃん。意外と集中しなきゃいけない時があるっていう。まあ、これでいっか。もうこれでいっかとかになっちゃっても。マリモ精神。デスラン、ありがとうございます。あ、次なんだこれ。これ、え、今回むずくね、このカット。細か、なんか。下が平面じゃないのが、もうマジで面倒いな、これ。
A 型だから気になる。俺 O 型だからね、意外と気にならないんだよな。いや、これでいいでしょう。こんなもんしとこう。よし。おー、いいね。かっこいいね。いい色、いい色だね。スパイク。よし。うわー、なんかザ・ダイヤモンドみたいな形来ちゃった。うわ、これやばそう。ダイヤモンドやん、これ。完全に。いやー、これ難しいぞ。俺の手には余るかもしれん。よー。よいしょ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 ー。依頼の形とは違うけど、これもこれで、オリジナリティとか出しちゃダメなのか。割といい感じになってないもん。ちょっとだけね。やりすぎたかもしれない。もうやめとこう。もうダイヤだろ。これはどう見てもダイヤだろ。これはもう、ダイヤモンドだね。世代出るな。世代が出ちゃうぞ。これ反応してる人、世代で出ちゃってっからね。昭和ですよ。大好きな歌ですけどね。プリンセスプリンセスです。いくつかの場面。これ何だろう、これ何、原石を買って、これにしろってこと。そしたらこれ報酬もらえるってこと、これ。そういうことだね、多分これ。うわ、そんなモードが解放されたんだけど。あ、これもそうだ、あ、ほら。原石を買って、これをやると、こう報酬もらえるようになった。で、これはどういうことだ、これ多分、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13、あ、誕生石じゃないこれ。1,2,3,4。確か5月って、なんか、エメラルドだった気がする。ほら。そうだ、誕生石だ。誕生石ミッションだ、これ。へぇー。一番高いやつ、こんなか、ビス、誤差だから、一番高いやつ、ここは。で、これを解放してみましょう。5000で。これなんだろう。うわ。うわ、感度。感度だよ。これも。下がる感度だよ。また感度金払って、もう全部感度だわ。もう見えたわ。多分これも、もう予想ついた。これ回す感度だわ。感度変えられても50で慣れちゃったから50でいいんだよな。やっべ、やりすぎた。もうむずい。これ多分ね、本来適当でもね、プラスになると思うんだよな。まあ、いいんじゃないですか。いいんじゃないですか。オッケー。いいね。これはもう完全にもう、完全にダミールでしょ、これは。S だ。今日これでも S だから。これ S だから。オッケー。いや、これなんか最初から黒いのあるんだけど。これちゃんとなるの？こういう風に。黒いの選んでみようか。この中で一番安いんだよな。でも、え？一旦やってみようか。試してみるか。綺麗になるのかな、ちゃんと。え、黒いけど。え、大丈夫？本当に黒いけど、これ。本当に黒いじゃん。え、全然緑になんないけど、大丈夫これ。今のところ、緑色部分出てきてない。え、大丈夫これ。この黒いのが磨いたらちゃんとなるのかな？行ってみるか。なんか、ちょっと違うね。え？え？ D、D。色が、カラーが D。じゃあ元の石がダメだったってことじゃん、もう。じゃあもうあの黒い石選んじゃダメなんじゃん、最初から。そんな、罠じゃん。え、じゃあこれに合った色を選べってことね。ってことは、これとかは一番高いけど、でも一番暗いよね。色的にはこれが一番合ってんだけどさ。いくか、これにするか。これ最後にして。結構大胆にいってるよ。さあ、どうでしょう。最後のチャチャチャも、うわーい、チャー、ジョリっちゃった。まあ、いっか。もうこれで終わっとこう。完成ー。綺麗じゃないこれ。これ綺麗じゃない。霧ヶ峰の涙はかっこいいだろ。相当かっこいいだろ。あ、SS ほら。SS 来たわ。で、今までに作った
ものがこうやって見れますよと。結構削ったね。やっぱダイヤいいっしょ。最後の霧神の涙見て。トロフィー302よ。見てよ。ということで今日は、ラピダリーという宝石を磨くゲームやってきましたー。いや、これ結構やり込み要素というかなんか、なかなか夢中になってね、やっちゃうゲームだと思いますので、ぜひぜひね、興味ある方、遊んでみていかがでしょうか。ということで、今日はありがとうございましたー。バイバイー。バイバイー。